皆さんこんにちは、豆蔵です。今日は2024年の7月7日です。今昼過ぎなんですけど、外は暑いみたいですね。で、静岡が40度超えたとかというニュースをね、今 見たところです。で、私はもうね、外が暑いっていうのはまあ分かってるので、今日はエアコンの効いた部屋の中で一日中過ごす予定です。で、皆さんも暑い時はエアコンをつけるの我慢せずに涼しくしてお過ごしください。なかなかね、外で作業というか、ここ数日外で仕事する方本当大変ですよね。その工事関係だったり、この道路の交通整備だったり、ちょっと大丈夫かなっていうぐらい暑いですよね。なかなかね、水を飲むとかそういうことで対策できるもんじゃないですからね。そもそも暑いといくら水飲んでも、対策にはならないというか、まだ脱水症状は抑えられたとしても、命の危険があるので、できるだけね、涼しいところで過ごせる方は涼しくしてお過ごしください。夜なんかも寝るときエアコンつけっぱなしだとちょっと寒すぎたりして切る方多いと思うんですけど、つけっぱなしがいいみたいですね。まあちょっとね、温度上げて28度とか29度の設定にして、風が直接当たらないようにして一日中朝までつけとくのがいいのかなと思います。私は最近朝までつけるようにしました。で、今日の配信ではまずはメンバーシップ開設しましたよという話をして、後半は雑談しようかなと思ってます。で、メンバーシップについてですが、前回の雑談配信でも少しお話ししましたが、過去の8年前ぐらいですかね、この朗読チャンネルを開始した当初の朗読がちょっとスピード早すぎたり、声質とか朗読の感じとかが今とだいぶ違っていて、非公開にしたいなと思って非公開にしてたものがあるんですけど、それをまあせっかくなんでメンバーシップ限定に切り替えました。で、どの朗読がメンバーシップ限定になっているかについては、チャンネルのホーム画面に表示はされてると思います。運の十座の初期のやつとかですね、メンバー限定っていうマークがついてると思います。メンバー限定の動画、過去のものと、あとは少しだけ短いエッセイをメンバー限定用にアップしました。いくつか。今のところ2つだけですけど。今後、時々、少なくとも月に1回はメンバー限定用の朗読、短いものですね。10分以内のものをアップする予定です。で、メンバーシップの詳しい特典については、パソコンだと、メンバーシップっていうボタンがそれぞれの動画のところに表示されるんですけど、スマホなんかだと、ちょっと今自分が iPad で見てるんですけど、メンバーシップタブのところの特典の情報を見るというところに詳しい特典の情報が書いてあります。で、今お伝えすると、メンバーシップの種類、レベルというんですけど、これを2つ用意してあります。せんべいレベルと団子レベルです。おせんべいとお団子にしてあって、おせんべいの方が月額190円で、特典としてはチャンネル初期に公開していた朗読動画が見れるというのと、あとはメンバー限定の短めの作品、エッセイなどの朗読動画が月に1回以上更新されますというものです。
で、お団子レベルの方は月額490円で、これはおせんべいレベルの特典に加えて、メンバー限定の雑談配信を月1回以上するという予定でいます。まあ、今後特典の内容については変更になる、まあ、少し足される予定ではいます。で、この情報については、コミュニティタブのところに説明も載せてあるので、それも見ていただければなと思います。あとは不定期でメンバー限定にこう近況報告というか、文章でコミュニティ欄のところに不定期で投稿しようかなと思ってます。で、メンバーシップについては少しずつメンバー増えていまして、本当に嬉しい限りなんですけど、自分が予想していた以上に嬉しいなということが分かりました。他の朗読チャンネルでメンバーシップやられてる方のものをいくつか、まあ、どんな特典があるのかなぐらいですけど見て、なかなかこうメンバーシップ用に動画とか生配信とか準備するのは大変なんじゃないかなと思って眺めていましたが、実際に自分が始めてみると、まあ、まだ限定の動画はあまり載せてはいないんですけど、登録してくださる方がいるというのはすごく励みになるなと思いました。ただこれまで通りこちらのメンバーシップ限定じゃない方も通常通り週1で朗読のアップと、あとウィキペディアの方も週1で更新をする予定でいるので、無理のない範囲でお願いします。ということで、メンバーシップ始めましたよというお知らせでした。で、ここからは、そうですね、最近アップした朗読の話と、あと雑談をします。で、昨日アップした芥川龍之介の春の夜、ちょっと短い作品なんですけど、もともとは芥川龍之介の作品の中で、ミステリーとか、怪奇小説とかそういう類のものをないかなといろいろ探していたんです。で、本当はある本、芥川龍之介のミステリーとか怪奇小説を集めた本というのがあって、その目次を参考に作品を選んだんですが、それは春の夜話という作品だったんですけど、私間違えてしまって、春の夜という作品を読んだんですね。で、間違えてはいたんですけど、意外とちょっと怖い話っぽい流れで、まあこれはこれで朗読してよかったかなとは思ってます。で、怖い話っぽいんですが、実際は、まあ、最後まで読むとまあそうでもないっていうことなんですけど、なかなかこれも解釈が難しいので、何か他の方の感想とか解説とかないかなと思って調べると、考察、春の夜という作品の考察論文というのが見つかったので、それをちょっと読んでみると納得したというか、なるほど、こうやって文学作品を読み解くんだなという勉強にもなりましたし、こういう解釈ができるんだなと、すっきりしました。なかなか難しいですね。で、このチャンネル自体はあまり深く考えなくても楽しめるような大衆小説、ミステリーとか SF とか子供向けの作品だったりを中心にアップしているんですが、こういわゆるすごく有名な文豪の作品というのはジャンルがよくわからないですね。まあ、ジャンルがないようなもんなんでしょうけど、芥川龍之介の作品もミステリーっぽいけど、結局、まあ、犯人が分かって、あ、なるほどっていうようなストーリーではなくて、何かちょっと深いものがあるというか、いろいろ解釈のしがいがある作品が多くて、私なんかはもう
悩んでしまうというか、わからないなーって、最初に読んだ感想としては、いやーよくわからんってなっちゃうんですけど、ねえ、難しいですね。で、深く読み解くことができるっていうのはすごいなと思います。で、そういえば、まあ、中学生とか高校生の時に現代国語という科目がすごく苦手で、小説もあまり読んでこなかったので、なかなかこうどうやって解釈するのかというのが苦手なままでいるんですよね。まあこうやって朗読チャンネルやって気になったところを他の、ね、方が書いた、専門家とか書いた文章を読むと、少しずつ読解力とかも上がっていくのかなとちょっと期待はしてます。というわけで、春の夜というのを昨日アップしたので、ぜひ聞いてみてください。で、読書といえば、夏は夏休みになる中高生のためでもあるんでしょうけど、書店でキャンペーンがありますね。新潮文庫の100冊とか、夏一とか、選ばれた文庫の小冊子が置いてあったりして、なんとなく私はそれを毎年全部もらっているんですけど、結局買って読むのは文庫2冊ぐらいになったりはするんですけど、なんか小冊子ちょっとワクワクするんですよね。きっと夏休みの間に100冊をほとんど読んでしまう生徒もいるんだろうなとかね、思いつつ。で、毎年ちょっとラインナップが変わるので、それも面白いですよね。で、今年はまだもらってきてないので、来週あたりちょっと書店に行ってもらってこようかなと思ってます。文庫本も1冊ぐらい買って、で、こうやって朗読の動画をアップしてますが、それ以外の小説ってなかなかこう読めていなくて、またちょっと感覚が違いますね。朗読用に下読みをする段階では小説を読んでいることになるんですけど、意識がこの漢字どうやなんて読むのかなとか、どこで区切ると息継ぎどこでしようかなとか、そっちに意識がいっているので、純粋に物語を楽しむっていうのとちょっと違うんですよね。なので、毎日10分ぐらいは小説を、純粋に小説を読む時間を設けたいなーなんて思ってます。皆さんはどんな感じですかね。小説を読む時間っていうのは毎日取ってますか。なかなかこうやっぱり耳で聞く方が楽だったりするので、私の場合はオーディオブックは毎日家事をやりながら少しは聞いてますね。オーディブルで、そうですね、最近聞いたのはもう随分前の作品なんですけど、ハンガーゲームっていう、まあ、映画が、私その映画好きなんですけど、ハンガーゲームの原作の翻訳版を聞き始めました。で、全部で3部作なので、で、上下巻、それぞれ上下巻あって、第1作の上巻を聞き終えたところなんですけど、いや面白いですね。映画も面白かったんですけど、小説も、小説は小説でちゃんとこう主人公の内面が、心の動きが書かれていて、ああこれは小説もベストセラー、そのアメリカの方ではね、ベストセラーになってるんですけど、ベストセラーになるよなという内容でした。で、今聞いてるオーディオブックは、まあ、ハンガーゲーム続き聞いてもよかったんですけど、ちょっと今別の聞いていて、浅見和志さんの警視庁殺人分析班っていうシリーズがあって、
それの第5作を聞いてます。聖者の教数という作品聞いています。で、これナレーターが大森由紀さんという方で、すごく聞きやすいんですよ。なんかこう演技がオーバーすぎないけど、しっかりと演じ分けも、声の感じとかを演じ分けしていて聞きやすいですね。ただ最近はオーディオブックもたくさんは聞けてないですね。なんとなく YouTube をね、聞いてしまいますね。 YouTube の動画なんだけど、耳で聞くだけでも大丈夫なようなものをダラダラ聞いていますね。家事をするときなんか、怪談系の話とかも聞いてますかね。最近気に入ってるのは、吉井正夫の怪談を浴びる会というチャンネルがあって、芸人さんのチャンネルでいろいろ怪談師の方よりは芸人仲間をゲストに呼んで怪談を話してもらうっていう形なので、他のチャンネルでは聞けない話が結構あって面白いですね。おすすめです。あとは近況としては、前回の配信でもメルカリの話をしましたが、継続して断捨離中です。で、 YouTube でミニマリストの方とか断捨離の仕方の動画とか見てやる気を起こして断捨離中です。で、なかなかまだ大きなものは捨てたりできてないんですけど、ちまちまといらない本とか小物とかをメルカリに出しています。で、毎日一つは出品しようと思ってやってます。まあ、売れるもの売れないものいろいろですけど、売れないものについては値段下げて、それでも売れなければ、まあ1年ぐらい放置して、あとはまあ捨てようかなと。捨てるか、まとめて売るとかするといいのかもしれません。なので毎日毎日メルカリを見てるんですけど、面白いですね。何が面白いかというと、ハンドメイド作品なんかで、そんなのハンドメイドで売れるんだっていうのを見つけた時がね、面白いですね。で、例えば最近見つけてへーって思ったのが、あの推し活の一環で、例えばそのライブとかリリースイベントとかで好きなアーティストの名前を書いた紙をこう掲げる、まあ、私はやったことないんですけど、掲げる人たちがいるんですけど、その人たちがその掲げる用の A4 の紙にこのアイドルとかの名前を書いて、目立つ色で目立つフォントになってるもの、それを作って売ってる人を見つけました。まあ、自分で作って A4 のクリアファイルとかに入れて持っていくっていう人が多いのかなとは思うんですけど、なかなかそれもプリンター持ってなかったり、自分でデザイン考えたりするの、確かに手間といえば手間なんで、なるほどなと思いましたね。それもいくらぐらいだろう、900円とかで1枚そのラミネートを加工して発送しますみたいな、そんなハンドメイド商売があるんだっていうのがちょっと感心しましたね。で、断捨離で言うと、まあこれからいらないものをどんどん捨てていきたいなとは思ってるんですけど、一時期私はトランクルームを借りてたんですよ。トランクルームっていうのかな、あのシャッター式のになってる外の屋外の倉庫ですね。あれを引っ越しのタイミングで一回荷物を一時置きにしておくように借りてたんですけど、そこにいろいろ漫画とかアニメの DVD とか、とりあえず捨てないものを入れてあって、で、引っ越しが終わってちょっと落ち着いてから、そのトランクルームは解約して中の荷物を新居に運び入れたんですけど、こう一
旦トランクルームに入れたものっていうのは何でしょうね、ちょっと愛着が薄れるというか、トランクルームに入れたからってわけではないかもしれませんけど、時間が経つと好きで集めたものとか愛着が薄れるなぁと、ちょっと寂しい気持ちになってます。漫画なんかも、漫画すごく好きでたくさん持ってはいるんですけど、今もあまり読んでなかったり、一回しか読まなかったりして、なんとなくコレクションしてるけど、これ別にもういらないかなっていうのが結構あって、それも寂しいですね、ちょっとね。まあそういうもんなんでしょうけどね。なのでそういうのをピックアップして手放していこうかなと思ってます。で、断捨離してる方たくさんいると思いますが、何かこう、そうですね、コツというか、私はこんな風にしてるよというのがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。なかなか、まあ、捨てればいいものなんですけど、難しいですね。なかなかいろんな悩みが出てくるというか、どうやって捨てるんだろうとか、これゴミとして捨てるにはもったいないなとか、でもメルカリに出すには送料がかかって、送料が結構かかるから赤字になってしまうなとか、まあ捨てる勇気が必要ですかね。というわけで、今日はこの辺にしようかなと思います。今日はちょうど将棋の王位戦が行われているところなので、この後私はアベマ TV で王位戦を見ようかなと思ってます。それでは次回は、そうですね、8月に配信できればいいなぁとは思っています。ということで、今日はこの辺にしたいと思います。皆さんごきげんよう。